佐々木安五郎、佐々木安五郎から1934年1月1日は、日本の政治家、大陸浪人、豪和照山、猛攻の異名を取った、属籍は、山口県平民、山口県豊浦郡、阿川村に生まれる。10代後半の時に政治に関心を持ち、伝統会を作った。林村の滝部村で小学校の代用教員をしていたが、 熊本の九州学院に入学し、中国語を学んだ。1894年に卒業し、日清戦争に陸軍の通訳として従軍。戦後は台湾総督府の管理となった。しかし、野木マレスケが総督を退くと総督府を辞職し、1898年には雑誌、鉱山国を発刊した。また、台湾民法主筆となり、 総督府の植民政策を批判した。1904年、奈良県の資産家である土倉鶴松の依頼を受けて内モンゴルを探検、猛攻と呼ばれるようになった。翌年の日比谷焼き打ち事件で検挙された後、1908年には衆議院議員に当選した。以後、当選4回し、また、新会、立憲国民党、革新クラブ、新生クラブなどに属し、 県政用語運動や営業税廃税運動などで活躍した。1910年、白瀬信の,の南極探検を支援する南極体験講演会が発足すると幹事の一人になった。侵害革命を支持し、1915年、東京の梅や小吉邸で開かれた村文と、総経営の結婚パーティーにも参列している。院外では、老人会に参加し、 1918年には、吉野作造と対決した。住所は、東京市街た秋野川町田橋。ありがとうございます。